こんにちは、みりちゃむです。はい、ということで今から私のクローゼット紹介をしていきたいと思います。ノーマルカメラ顔がやばい私のクローゼットこんな感じになってます。で、ドアがあるんですけど、入り口付近にあります。開けます。ちょっとごちゃってる。よいしょ、こんな感じです。わ、なんかあれ汚れてない？左から、左がだいたい夏物かな。で、右に向かってアウター、冬物アウターが増えてってる感じです。はい、すごいいっぱいで、上も水玉のやつがコスプレ、水玉と白い紙袋がコスプレが入ってます、ハロウィンの時ので。上は入りきらなかった洋服たちですね。タンスに入りきらなかった洋服たちが置いてあります。あとは帽子とかバッグとかスクバとかいろいろですね。で、あとは紙袋、これ出かける時に結構紙袋使うんで、ショッパーっていうのか、紙袋じゃないよねショッパーを集めてます。はい、で、下なんですけど、あー、すごいすごい。はい、ここもちょっと入りきらなかった夏服たちが、あ、爪が入りきらなかった夏服たちが置いてありますね。で、このタンスがあって、この中にも、まあ冬服かな、この中は冬服、ニット系、ニットワンピ系が入ってるね。で、ここもニットワンピとか、ちょっとデカめのなんかボリューミーなタイプのニットとかが入ってます。で、ちょっとずらして、一番下はなんか T シャツとかジムウェアとか、ジムウェア、スポーツウェアとか、なんだろうこれ、これもスポーツウェアか、あ、アイドル時代の衣装ですはい、こんな感じのが入ってます。で、ここに靴下が、お、あ、ちょっと待って靴下が大量に入ってます、ごめん、ぐっちゃぐちゃで、おすすめのトップスを5個紹介したいと思うんですけど、おすすめじゃない、私の好きなトップスかな、5個紹介したいと思うんですけど、これかな、1個目は、はい、1個目がこれです。はい、パフスリーブっていうのかな、パフスリーブになってるのと、背中部分がこうやってちょっと編み編みになってるんですよ。本当はリボン結んであるんですけど、なってます。で、これがブランドが、ごめんね、ちょっと読めなくてね、おバカで、これレディアゼル、ごめん読めない、レディアゼルさんのやつになってます。はい、で、2つ目を紹介したいんですけど、ちょっと待って、2つ目これですね。よいしょ、まあ、オールインワンなのかな、ワンピースなのかな、わかんないけど、リゼクシーさんのこういうやつになってます。はい、で、中にこれなんかスカートかなと思ったら、中がパンツになってるんですよ。ごめん、黒でわかりにくいね、ここ暗いんだよね。中がパンツになってるんで、なんか可愛く、ラフだけど、すんごい可愛く上品に見えるんだけど、自分的にはすごいラフに着やすい服で、すごい愛用してます。はい、次3つ目、よし、ちょっと待って、よいしょ、3つ目です。こういうなんかアナップのやつになってるんですけど、スケスケ生地で、すごいわかるかな、めっちゃ透けるんですよ。それこれ1枚で着ませんよこの中にチューブトップとかベアトップどっち着ても可愛いしって感じで、これはもうずっと結構愛用してますね。夏可愛いなと思って、綺麗系でも着れるし、カジュアル系でも着れるし、結構私のお気に入りです。はい、
4つ目、これはザラになってます。まあ、トップスじゃないんですけど、上着羽織で、私この中にチューブトップ着て、下も白パンでっていう、すんごい綺麗めなコーデをするのがすごい好きなんですけど、これはなんだろう、夏でもなんかカチッとっていうか、カチッと綺麗に着たい時によく着ます。はいはい、ラスト5個目です。これはエブリスさんのやつになってます。これはワンショルみたい、ワンショルではないか、なんて言うんだろう、これなんか片方は襟がついてる感じになってるんですけど、片方キャミソールになってて、これはあのティーンズの編集長さんからお下がりでいただきました。結構好きで着てます。なんかなんだろう、きちっとしすぎてない感じがすごい好きで、かわい、なんかカジュアルにもかっこよくもどっちも見える、なんかどっちも兼ね備えてるやつなんで、私めちゃめちゃ好きで使わせてもらってます。青みきさん、ありがとうございます。はい、ということで私のクローゼット紹介でした。バイ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 。はい、あゆみです。今日は私のクローゼットの中身を紹介したいと思います。どうぞ。はい、じゃあまずこっち、まあ、クローゼットと、まあ、この、はい、ハンガーにかけてるんですけど、ここにかかりきってない分は違うクローゼットの中にあるんですけど、とりあえずここを紹介したいと思います。こんな感じで、これとかお気に入りです。エド・ハーディの、これ中学校の時ぐらいに買ったのかな、こんなんとか、これも可愛い、気に入ってます。まあ、こんな感じで、で、これも気に入ってます。これこんなやつなんですけど、ブランドは分からなくて、まあ、海外から取り寄せたやつらしいです。私アウターばっかり持ってて、でこの、まあ、長いコートも気に入ってます。これはゴーストハーレムっていうブランドの服です。でクローゼットの中身が、こんな感じで、もう本当に服がありすぎてなんですけど、全体的にここがまあダンス、ここので、この後ろにも私服いっぱい隠れてます。はい、奥行きが広いクローゼットなので、この奥にめっちゃあります。でまあこんな感じで、もうなんかもう、なんていうか、下の方取りたかったらぐちゃってやっちゃうので、ちょっとぐちゃぐちゃなんですけど、まあこんな感じです。で上にはバッグとか、もうほんまにこんな感じです。はい、まあ、普通にダンスで使うものが基本的には多いですね。こんな感じ。これはスピンズ
さんと、クイーンミーがコラボした T シャツになります。気に入ってます。こんな感じですね。で上がこのスプブラも気に入ってます。これはい、スプブラがめっちゃ多いですね。はい、ということで以上アイリのクローゼットの中身でした。バイバーイ。